ひどいな。せっかく映画館があるって聞いてきたのに。ねえエルメス。ん？次の国へ行ったら。どうしたの吉田さん。あの招待状があるんですけど、一緒に映画に行きませんか？映画、映画、ケイタと映画。ま、しばらく陽子を構ってやれなかったから、たまにはサービスしないとな。な、俺にもいいとこあるだろ。うん、あるある。昨日ってば、映画始まっちゃうよ。もうそんな時間？寝坊するなんて珍しいね。楽しみだね。鍛錬サボって吉田和美と映画に出かけるなんて。ところでアラストール、映画って何？うん、暗闇の密室で隣り合って座る行為と聞いておる。まったくけしからん、最近の若いものは。ちょっとお手洗いに行ってくるね。その隙に女の子にちょっかいなんか出しちゃダメよ。しないしない、したこともない。嘘ばっかり。じゃね。はい。おお、そうだ、飲み物でもサービスしてやるか。旅人一枚とモトラド一枚。バイクは館内に入れません。うん、バイクじゃないよ、モトラドだよ。ありがとうございました。あ、おう、よっけ。すいません、私よそ見していて。いや、こっちこそ。ってかわいい。君、高校生？はい、三崎高校です。へえ、いいとこ行ってるじゃない。今日は一人で来たの？いえ、友達とです。ねえ、ちょっと待て、誤解だ誤解。セクシー。あ、ちょっと待って、誤解だ誤解。ケイタ、待ちなさい。あれ、吉田さん、どうしたの？坂井くん、変態が。俺は変態だね。さえ。坂井くん、大丈夫？坂井くん、坂井くん、坂井くん。なんと。大丈夫？坂井くん。そうなの？公共の場で乙女の胸に顔をうずめるとは、この死ね物め。え？ちょっと待ってよ、誤解だよ誤解。信じてたのに。待て。あの、お金ならちゃんと払いますから。あれ、財布はこっちだったっけ？なかなかやるわね。お前こそ。お？楽しみだね。うん。